皆さんこんにちは、育葉ママです。今年もいよいよ残りわずかとなりました。2023年、皆さんどんな年でしたか？私はですね、すっごく素敵な年でした。52歳の今が一番最高かもしれないって思うぐらい素敵でした、はい、皆さんありがとうございます。これもね、本当に皆さん、応援してくれるファンの皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。大変だったコロナもね、あれは何だったのっていう感じぐらいになりまして、はい、まだまだね、お店の方は本格的に忙しい感じではないんですけども、今までずっとコロナで会えなかったお客様に再会できたりとか、あとは、まあ、YouTube だったりとか SNS でね、私を知ってくれた方がたくさんお店に会いに来てくれたりとか、撮影会でね、知り合った方たちも、私を応援してくれたり、お店の方も応援してくれたりとか、本当にいい1年でした。来年ももっと素敵な年に皆さんと一緒にしていきたいなと思ってます。でですね、最近結構聞かれるのが、私長野と川崎にお店をやってるんですね。今2店舗やってるんですけど、まあ私とね、お付き合い長い方はご存知だと思うんですけど、最高一時期12店舗はい、今まで12店舗やってたんですよね。はい、やってるんですよ、過去に。で、まあ、言われるんですよね、これちょっとコロナも落ち着いてきたので、クヨママ、新しい店舗またやらないのみたいにね、言われるんですけど、はい、私決めております。次の店舗決めてます。それはなんとリッツ天国店です。もうね、これはね、本当に決めてるの、天国に行ったらね、リッツ天国店をやりたいなと思って。で、リッツ天国店の前にこの世でやることはないと思います。お店はないと思います。なので、長野と川崎を今一生懸命やって、私が現役で入れるまでやろうって思ってます。はい、天国店すごくないですか？まあね、26年もお店をやってるとね、仲良しだったお客様がね、天国にね、行かれてる方もいて、先に、はい、時々ね、なんか思い出したりするとね、お客様のことをお話しするんですよ。いい物件探しといてね きっといい物件探しといてくれると思う、リッツ、そうね、もう天国だったらきっとお金はいらないと思うんで、はい、天国で別にお金儲けしなくてもいいよね、なので、なんかもう完全会員制にして、私がお世話になった方たちを呼んで、女の子はどうしようかな今まで頑張ってくれた女の子で、もちろん働きたいって子がいたら働いてもらってもいいし、新しい女の子を募集してもいいよねそうそう、リッツ天国店でね、店長やりたいっていうね、お客様もいるのもそう嘘みたいな本当の話なんですけども、私はリッツ天国店を自分の最後のお店にしようと思って今頑張ってます。はい、リッツ天国店を成功させるためにも、長野リッツと川崎ニューリッツを頑張らなくてはいけません。はい、来年も引き続き頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。生育葉ママに会いたい方は、概要欄にありますツイッターの方から
私の行動をチェックしてください。ぜひお店にいる時に、はい、来ていただきたいなと思います。はい、まあ、私がいない時でも私の可愛い娘ちゃんたちが働いてますので、はい、そこはまた気楽に行っていただけるといいのかなと思います。私にとってリッツは、はい、生きがいです。このコロナを乗り切ったリッツグループをぜひ今後とも応援よろしくお願いします。私たちの愛とハートで皆さんを元気にし、そして癒します。本日もイケママチャンネル最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このイケママチャンネルを作ったおかげで、頑張ってきたおかげで今の私があります。本当にみんなありがとう。来年も皆さんが元気になる YouTube 動画をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さん良いお年をお過ごしください。ゆくままでした。